名古屋安明は株式会社レッドエンタテインメントの代表取締役社長を務める日本の実業家。神奈川県横浜市出身。1984年4月に BPS に入社し、開発部のプログラマとして PC-8801 用にアーコンや MULE を移植した。その後1988年4月に開発部マネージャーとなり、 ファミリーコンピュータ版テトリスをプロデュースし、またパソコン版テトリスのゲームデザインを手掛け、同時に PC-8801 版テトリスを移植した。その後1992年4月に営業部部長になった後、BPS を数年勤めて退社し、1996年5月株式、会社レッドカンパニーに入社し、統括本部長となる。 1998年8月に取締役になり、2000年12月に取締役社長、2005年11月に代表取締役社長 CEO になり、2006年3月に代表取締役社長に就いた。2019年現在、レッドエンタテインメントの代表取締役社長ではない。学生時代に8ビットパソコン用にベーシックコンパイラを作成。 あるソフトウェア会社に持ち込んで販売してもらおうとしたが、不動小数点が足がなかったために断られたことがある。ありがとうございます。